させていただきたいと思います。それでは最後になります。このようにプロバイオティクスによって引き起こる農場生産の関わり、これによってですね、プロバイオティクス技術に対する有効性、そのインパクトというのはどのように変わっていくのだろうかということを、最後に少し私の主見をですね、ご紹介したいと思います。実は午前中でもいくつかお話出ております。例えばメンタルヘルスの不調に対する有効性を期待する、あるいは、うつ病ですとか自閉症、こういったのは最近のレビュー等々にでも期待されている部分かと思います。で今回はちょっと、私ども のプロバイオティクス研究の取り組みという視点で、農場総監という、少し触れていければと思います。今回ご紹介させていただきました LCAS というのは、これまでの成長作用というか免疫調節作用という作用、数多くの研究報告蓄積されております。で今回私たちも持っております。作用というのは満たされているのではないかというふうに私たちは、これは簡単に想像が非常に助かるんですけども、おそらくこの多彩な作用というのがさらにパワーアップして意思というところに寄与していく、そのような作用の時代の少しは、この中でも LCAS のようなものになると、より体だけではなくてですね、国内では難しいと言われております。これに対して我々の取り組みという川瀬先生、どうもありがとうございました。川瀬先生にはご自身を中心にですね、乳酸菌というものを系統的に研究されて、しかもそれらの方から質問あるいは問わないに通る、まあ、成果で来てもらって、はい、議論になっているのが興味があった。それからこの検討の、これは実際に通しているのような一つ質問があります。どう効果なんでしょうか。それともいろいろなこのもうすでに腸の中にいるさまざまな細菌の効果ということなんでしょうか。LCAS だけの効果かどうか切り分けていますでしょうか。データというのは胃の中に投与しておりますので、目の設計大体ですね、胃の中に投与しておりますので、基本的にはオルチエスの食品的な作用というふうに考えております。それから前半のストレスモデルを用いた試験に関しましては、基本コントロール群を置いておりますので、我々としましてはやはり LCAS の効果というふうに考えております。ありがとうございます。しかも一つ言ってよろしいでしょうか。ストレスを負荷したときのコルチゾールがですね、LCS で、50% も低下したという、そういうデータを出されていましたけれども、副作用の程度がどれぐらいなのかというのは、例えばですね、ベンドジアゼピンみたいなような薬剤を与えたときというのは、例えばどれぐらいまでしたか。リソースは確か 30% ぐらいの抑制だったと思うんですけれども。私たちは、直接見たことがないので、論文的な状況、なかなかコンピューターを抑えるというものというのは、私自身も今、結果を見ていただければと思うんですけれども、実際に検査が 50% 以上にいくということは、人見たことは、オーダーによると、与えているというようなイメージを持っています。ありがとうございました。他にご質問、じゃあどうぞ、手短にお願いいたします。こうやるときに、通気って言って、死んだ菌を込めたのは、通気菌かどうかというか、やってきている必要はあるのかということですけど。私ども の免疫神経の刺激の、試験の中では北近での評価しかしておりません。交換刺激活動は神経活動の成績を見ていただいた中ではですね、加熱した処理した菌体を使っておりまして、それはですね、正規に比べて加熱することによってかなり活性が落ちるという結果を得ることです。今日は素晴らしいご講演どうもありがとうございました。午後の2番目の講演ですけれども、演者は西田健生先生です。でタイトルはストレスと農場相関、プロバイオティクスによるストレス緩和作用というところです。西田先生のご略歴を簡単にご紹介していたします。西田先生は2001年に京都府立大学、医学部を卒業された後で、研修医を経て、徳島大学大学院の博士課程に入学されて、その後ご指導されて、その後、米国に留学され、そのまた、後で、徳島大学に戻られて上京、現在は、徳島大学の准教授であります。先生、ここにいらっご紹介ありがとうございます。また、このような貴重な機会をいただきまして、ヤクルトバイオサイエンス研究団財団の関係者の皆様、厚くお願い申し上げます。さて、今日のタイトルとしましては、先ほどの河合先生のお話もありましたけども、マウスのモデルからでは人の、実際人ではどうなのかというところ を研究、明らかにしようという目的で行った対比試験の結果をお示しします。で、我々の共通はもともとストレスバイオマーカーというのを探索しておりました。で、機会、変がありまして、ヤクルト中央研究所の方々と共同研究することができました。まあ、一つ、我々ストレスということをずっとやっていて、実は腸内細菌とかあの専門ではなかったです。で、ヤクルト研究所が、昔から、そんな最近やってられると、こういう2つ の, 間違った分野のフィールドのグループがこういう形で共同研究できて、結果的に非常にいい結果が出たという原因だと思いますので、その結果をご紹介させていただこうと思っております。さて、ストレスなんですけども、もうこれは午前中から何回もお話が出てますので、もう繰り返しになりますが、我々ストレスを感じると皆さん当然不安や心配、ドキドキしたりということがあると思います。で、不快感を感じたりするときにですね、我々は知らず知らずのうちに体の中で、ストレスの応答というのが起こります。これは視床下部からですね、交感神経系と、先ほどからお話が出ている活性体視床下部
腎結石、この2つの大きなアドレナリンによって、最終的には、まあ、副腎もしくはアマチュア臓器に来まして、アドレナリン、まあ、ドルアドレナリンですね、もしくはコルチゾールが出てくると。で最終的に、まあ、これらの物質が我々の体の中で知らず知らずのうちに反応を起こしてください。まあ、それがストレスが続きますと皆さんも経験上よくあると思いますけども、まあ、例えばお腹の調子が悪くなると、風邪を引きやすくなると、もしくはまあ食欲が落ちたり、まあ、場合によっては睡眠が障害されたりというふうな形の身体症状として出てきます。で一方、我々の方はもう少し客観的な指標を従来から求めておりまして、バイオマーカーというところを探索しています。で今回の秘密にしますのは、まあ、その一つの方からストレスバイオマーカーとして、外から捉えています。外部中のコルチゾールのマーカーで、もう一つは末梢の白血球、まあ普通に採血、普通の採血をするんですけども、そこから取ってきた白血球の遺伝子発現の変化、まあ、こういうのをストレスのバイオマーカーにできるのではないかというところで研究してございまして、今回もこのデータをご紹介させていただこうというふうに思っております。まあ、実は腸と健康というのはもう大昔から分かっておりまして、ご被告らです、900年の段階で、デスティキザ・ポエル・エンド・パーズ・ダイ・デスティザ・フード・オフ・イビルというふうに言っておりまして、まあ、腸と我々の健康というのは、もうそれながらというか、大昔から分かっております。で、900年に入りまして、ロシアの学者メティニコフが、まあ、彼がヨーグルト、ブルガリアを旅行中に、どうもヨーグルトを飲んでる人は腸になるというところから、まあ、それを長寿説、腸管の中の腐敗物質がどうも我々の健康に影響しているというところから、今現在でいうプロバイオティクスですね、生きた微生物をとって、まあ、健康増進に役立つよというところの初めの概念になったというふうに言われております。この腸内環境が重要であるということはもうここ100年ぐらい分かっておりますし、まあ、数々の研究が出てきております。でこの腸内環境を考える上ではもう最近腸内細菌層を語らずにいない。でこれも午前中から非常にたくさんのご使いましたし、ここにおられる皆さん方は腸内細菌のことも既にご存知かと思いますが、非常にたくさんの種類、たくさんの数、そしてまあボリュームとしても非常に大きなボリュームがある腸内細菌層と、まあ、そこに存在する腸ですね、腸には神経系、これは第二の脳、第三の自律神経とも言われる腸管神経系、そして内分泌器官としての機能、さらには免疫器官としての機能、まあ、こういった体の中で非常に重要な3つの調節器官が存在しているわけですので、この1つの糖質の方が忘れられた臓器と言われる腸内フローラと、この3大調節因子がある腸というのが、我々の体の恒常性維持、ホメオスタシスに重要であるというのは、もう十分ご理解いただきたいというふうに思います。さて、まあ、ストレスがかかるとですね、まあ、どういうふうな状況が起きているかというと、まあ、脳と腸の関係に非常にこれ簡単なので恐縮なんですが、まあ、試験や会議、また旅行といったいろいろな環境の変化に伴って我々ストレスというのを感じるわけです。そうすると、まあ、これも経験上皆様ご理解いただけると思いますが、お腹の調子がどうしても悪くなります。これが、まあ、脳、頭が感じた情報が腸に行ったときに起こる変化ですね。で一方、やはり、まあ、朝から腸の調子が悪くて、とも元気になるとか、したいということになりますと、まあ、なんとなくのこう不快感ですね、というのを感じるわけです。腸から脳に行く刺激になるわけです。そのループが、まあ、ひどくなるというか、悪循環になりますと、まあ、実際に病気というふうな形で現れていくとして、まあ、よく言われる代表的なストレスに関連する腸の疾患、まあ、過敏性腸症候群、ね、IBS というのも、